ここでの調合にもだいぶ慣れてきたかな。基本的なものなら用意できるって確認できたし、これなら問題なくやっていけそう。こうしてみるとマリーさんって本当に何でも作れますよね。偏りが少ないと言いますか昔からいろんなことを試してきましたからね。その経験が大きいのかも。依頼ってたくさんの種類があるから、その分いろいろなことに対応できないとダメなんです。毎回毎回調べたり考えたりするうちに調合できるものが増えていったんですよ。なるほど。実際にアトリエを営む中で知識が身についたんですね。多分そうだと思います。それに私一人だけの力じゃありません。そもそも新しい道具を調合するきっかけをくれたのは依頼してくれたたくさんの人だと思うんです。エリーと一緒に働く中でも多くの発見があったし、私一人じゃここまでやってこられませんでした。みんながいてくれたからこそ今の私があるんです。それに
座学がすごく苦手だったから、勉強のつもりで本とか読んでも全然頭に入らなくて。おや、そうなのですか。今のマリーさんからは想像がつきませんね。うちのアカデミーで過去最低成績を叩き出すくらい苦手だったんですよ。そんなにですか。あんまりにもひどかったからアトリエを経営しながら勉強することになったんです。けどそれでようやくわかったんです。錬金術は人の生活の役に立つためにあるものなんだから、使う人のことを考えて調合したりレシピを作るべきなんだって。それからはどんどん錬金術に夢中になって、少しずつできることも増えていったんです。なるほど、そういうものなんですね。まあまだ偉そうなこと言える立場じゃないんですけど、それでも私は誰かのために仕事するのって好きだから、錬金術師になってよかったと思ってます。こうしていろんな場所を旅して回って、たくさんの人と話せるきっかけにもなりますしね。錬金術が使えない私からすれば羨ましい限りですね。マリーさん、これからもよろしくお願いしますね。もちろんですよ。こちらこそよろしくお願いしますね、ネルケさん。迅速に調査を進めなくては。これは使えそうね。持って帰りましょう。油断せずに行きましょう。いろいろと試してみたいな。調査終了ね。どちらになさいますか。こちらの様子はいかがでしょうか。誰にお願いしましょうか。いらっしゃいませ。
依頼する道具でございますが。どのくらい必要ですか？わかりました。依頼する道具でございますが、いくつ頼もうかしら。こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。はい、了解しました。いらっしゃい。何が欲しいんですか？再考いたしましょう。再考いたしましょう。これをお願い。どう変えますか？はい、これをどれを作ればいいんですか？この通りにお願いいたします。了解、あたしに任せてください。こちらの様子はいかがでしょうか？どちらになさいますか？この区画を確認しましょう。どれを建てようかしら。どの建物を建てましょうか。場所はどうなさいますか？お願いしましょうか。どれを建てようかしら。問題ございませんか？これでよろしいでしょうか？こちらの様子はいかがでしょうか？こちらの区画を見ていきましょう。施設の状態はと、商品設定はいかがいたしますか？じゃんじゃん売るわよ。誰にお願いしましょうか。どの商品を並べようかしら。今週の報告をまとめました。それじゃあ確認しましょうか。
いらっしゃいませ。あ、ネルケさん来てくれたんですか。こんにちは、エリーさん。早速仕事してくださってるんですね。ありがとうございます。すみません、旅でお疲れのところにいろいろとお任せすることになってしまって。いえいえ、こうして場所を貸してもらえたんです。こっちがお礼を言いたいくらいですよ。やっとマリーさんを見つけたと思ったら突然の話ばかりで驚いちゃいましたけどね。けどこの辺りには珍しいものがたくさんあるから、もっと本格的に調べたいと思っていたんです。だからこうして落ち着ける場所を用意していただけて本当に感謝してるんです。いろいろと試したいことがあってもアトリエがなきゃ調合できませんから。それは良かったです。でもそんなに珍しいものなんてありましたか。私たちからすれば見慣れたものばかりですから、なんだか意外です。そうなんですか。やっぱり地域によってかなり違いがあるんですね。ちなみにどんなところが違うんですか。例えば魔物とか全然違いますよ。知っているのはプニプニくらいかな。見たこともない魔物が多かったから強さが分からなくて最初はすごく不安でした。おまけにマリーさんとはぐれちゃって一人でしたし。見た目だけで強さを判断するのは危険ですから、どうしても警戒してしまいますよね。そうなんです。それに素材も知らないものがあって結構驚いているんです。見たことがあるようなものでも効果が微妙に違うものもあって、ここでの調合になれるのにももう少し時間がかかりそうです。そんなに違うものなんですね。そんな話今まで聞いたことがなかったです。ええ、周りの環境が違うだけでこんなに違いが出るだなんて、ここに来るまでは想像もつきませんでした。同じ調合でもやり方を変える必要があったりして、本当に試すことが多くて面白いんです。この場所でなら今までになかった新しい何かがつかめそうで、すごくワクワクしてるんですよ。そう言っていただけるとなんだか嬉しいです。ご不便なことがあったらいつでも言ってくださいね。ありがとうございます。改めてこれからよろしくお願いします。最初に行くのってまだ慣れないな。調合の材料を見つけたよ。帰ったら試してみよう。敵がいるよ。はっ、誰、完了です。
場合は周りを見てからにしてくださいね。分かってますよ。あの時はたまたまです。油断せずに行きましょう。食らいなさい。メルケ様のことはあっしが守りやすのでお任せください。ありがとうございます、クノスさん。でも私の剣の腕前もなかなかでしょ。拾います。何がご入用でしょうか。どなたにお願いしますか。調合をお願いできますか。何を作りましょう。いくつ頼もうかしら。こちらを依頼いたします。この通りにお願いいたします。はい、了解しました。この辺りはどうなっているのかしら。どの建物を建てましょうか。場所を選択しましょう。ここにするわ。ここにする。この場所にしましょう。ここにするわ。この場所にしましょう。ここにするわ。どれを建てようかしら。問題ございませんか。こちらの区画を見て、こちらの様子はいかがでしょうか。どちらの商品にいたしましょう。どの商品を並べようかしら。どちらの商品にいたしましょう。施設の状態は？調合を
考え直しましょう。こちらを依頼いたします。この通りにお願いいたします。了解、あたしに任せてください。どちらの商品にいたしましょう。商品設定はいかがいたしますか。どちらの商品にいたしましょう。じゃんじゃん売るわよ。全力で行きやすせ。受け切れるかな。これならどう。はっ、これで先に進めますね。ネルケ様には本当に感謝でさ。いい経験になったわ。いい経験になったね。これで一段落ね。来たぜ、ジョーちゃんたち。ネルケ様、ついに課題を達成いたしましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんが頑張ってくれたおかげです。そういえば報告書はまとめてあるけれど、これは領主である父に送ればいいのかしら。ミスティ、そのあたりの流れについて何か聞いてる？はい、何でも今日審査官様がお見えになると連絡が入っています。審査官？僕の話かい？この声は。やあやあ、ミラノ州、久しぶりだね。ゲロータス。
このロータス、再びこの地に帰ってきたよ。お知り合いだったんですかい？ええ、父の部下ですから、オートにいた頃から知っています。彼が来ると笑い声が屋敷中に響き渡るんです。そりゃそうでしょうなそれにしても徴税官であるあんたがここの審査も？僕はもう徴税官ではないよ。これからはメルケ城の仕事ぶりを調べる審査官さ。あなたが審査官なの？おや、お父上から聞いていないかい？少し前に連絡を出しているはずだけれど。え、そうなの？もしかしてミスティは知っていたの？申し訳ありません。もしロータス様が来られると知ったら、メルケ様がご不快になるかと思いまして。そうだったの。そう言われると責めることはできないわね。ミスティ城は相変わらず辛辣だな。まあそういうわけだから、これからは定期的に課題の通達と審査を行わせてもらうよ。それじゃあまずは今回の成果を確認させてもらうよ。さてさて結果は？さすがネルケ城、素晴らしいよ、合格だ。村の皆さんや錬金術師の方々が協力してくれたおかげよ。私は指示を出したに過ぎないわ。そんなに照れることもないだろう。素直に喜びたまえよ。まあでもまだ最終目標達成には遠いから、リーダーとしてはそれでいいのかもしれないね。それじゃ次の課題を伝えるよ。次の課題はこれだ。なるほど、こうやって最終目標への道筋を課題にしているのね。そういうことさ。それじゃ達成に向けて頑張ってくれたまえ。言われなくてもやってやるわよ。さてまた心機一転、次の目標に向けて頑張りましょう。はい、ネルケ様。それにしても審査官があのロータスだとは思わなかったわね。はあ、またあのハイテンションに付き合わされると思うと今から憂鬱な気持ちになるわ。あの、その方なのですが、実はまだお伝えすることがございまして。なに、ミスティ、すごく嫌な予感がするのだけど。心外だな、ネルケ城。僕はこんなにも君のことを思って働いているというのに。え、あなたまだいたの？早く次の領地に行かなくていいの？昨日言ったはずだよ、僕はこの件の審査官となったと。徴税官の仕事はしばらく他のものが変わってくれる。君の仕事が終わるまではここで君と一緒さ。漁師様からのお達しでね。もし不正があってはいけないから君を監督するよう言われたのさ。失礼ね、私が不正なんてするわけがないでしょ。もちろんわかっているよ。考えるにこれは漁師様の配慮だね。なるほど、ネルケ様の身を守るために信用できる部下に任せたということですか。はあ、いくらなんでも過保護すぎない？まあそういうわけだから、採取などで外に出るときは声をかけてくれたまえ。全力で君たちを守ってみせる。それまで温かく影から見守っているよ。それじゃあね。はあ、やっぱり
これからいろいろと大変になりそうね。さて、今日も一日頑張っていきましょう。お下がりください、ネルケ様。生きてる？うん、生きてるみたい。はあ、よかった。爆発しちゃった時はどうなることかと思った。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。それは良かったです。それにしても、突然何か光ったと思ったら、次の瞬間に人がいるなんてびっくりしました。そっちではそう見えていたんですね。驚かせてしまったみたいですみません。私はリリー、錬金術師をしています。私はネルケと申します。このベストバルト村の領主の娘です。ミスティと申します。ネルケ様のメイドをしております。よろしくお願いしますね、二人とも。でもベストバルト村、知らない土地に飛んでしまったみたいね。飛んでしまった？リリーさんはどうやってここに来たんですか？実は見たことないレシピが書かれた本を見つけて、その本の通りに調合してみたんです。ただどうもレシピが不完全だったみたいで、急に爆発してしまって、それで気がついたらここにいたんです。そうでしたか。ちなみにそのレシピに書かれていたのはどんな道具だったんですか？詳しくは分かりませんけど、おそらく転移系の道具だと。事実ここに飛んできているわけですからね。なるほど。ところでリリーさん、これから？ええ、調合する道具も向こうに置いてきてしまっているので、もう一度同じ道具を作って元いた場所に戻れればいいんですけど。それならここで働いてみませんか？アトリエは用意できますし、報酬もお支払いします。リリーさんの他にも錬金術師の方がいますから、その道具を作る手助けをしていただけるかもしれませんよ。いいんですか？ぜひその話受けさせてください。よろしくお願いしますね。ありがとうございます。
参りましょう、ネルケ様。迅速に調査を進めなくては。油断せずに行きましょう。
切れるかな。問題ないよね。まずまずの成果でしたな。どちらになさいますか？この辺りはどうなっているのかしら？どの建物を建てましょうか？場所を選択しましょう。完成が楽しみですね。誰に頼むのがいいかしら。商品を決めましょう。どの建物を建てましょうか。ございませんか。施設の確認をいたしましょう。どの商品を並べようかしら。じゃんじゃん売るわよ。どちらの商品にいたしましょう。栽培の設定はいかがいたしますか。
わかりました。これを何にしましょうか。いくつにいたしましょう。これをお願いします。この通りにお願いいたします。結果を確認しましょう。でも問題なさそうですね。でもみんなの力を合わせればもっとすごいものもできると思うのよ。腕のいい錬金術師がこれだけいるんだもの。この機会を逃しちゃ損よ。それにみんな違う世界からやってきたんでしょ。みんなの意見が集まればすごいレシピが生まれるわ。なるほど、錬金術師の皆さんの力を結集させるのですね。それなら仕事用とは別に研究のためのアトリエが必要です。いいアイデアだと思います。パメラさん、早速準備しましょう。ミスティ、どこか部屋を開けておいてくれる？私は必要な機材を手配してくるから。かしこまりました。それではすぐに取り掛かります。ありがとう。それじゃお願いね。
そうだね。それは…ちょっと休憩しようかしら。それでは、その道具の効果でここに来たと。はい、なんか爆発しちゃったみたいで。でも、被害が出なくてよかったです。ミスティ、早いわね。一体何があったの？はい、こちらの方はユーディ様。調合した道具の効果で来られたそうです。調合…ということは、あなたは錬金術師なんですか？はい、私はユーディット・フォルトーネ。ちょっと長いんでユーディって呼ばれてます。ユーディさんですか？お尋ねしたいんですけど、どんな道具を使われたんですか？リュームスの…時間を遡る道具です。私、過去に飛ぼうとしてて…待ってください。過去に飛ぶなんて、そんなことが可能なんですか？ええ、実はさっきまで未来の世界に行ってて、今は過去に戻る最中だったんですよ。ただ、多分失敗作だったんでしょうね。いつの間にかここに…前と違って全然知らない場所だし、今度は帰るの大変そうだな。ことも投げに言ってますけど、ユーディさん、時間を超えるのって簡単なんですか？まさか、そんなことありませんよ。材料を集めるのすっごく大変だし、この辺りで見つかるといいんだけどな。そうですか。では、もしよろしければ、ここで錬金術師として働きませんか？材料を集めるのにも資金は必要でしょ？報酬は弾みますよ。本当ですか？ぜひ、お願いします！お邪魔します。こんにちは。ありがとうございます。Thank you.
ケさん、グランツバイトの木について何か情報見つかりました？いえ、まだ何も。こちらでも調べてはいるのですが。そっか、じゃあ今後も片っ端から調べていくしかないのかな。けどマリーさん、この辺りを全て調べて回るのってすごく大変ですよ。人手を増やして手分けしたとしてもかなり時間がかかっちゃいます。そうなんだよね。何かいい方法ないかな。空から調べるっていうのはどうですか？マリーさんもエリーさんも空を飛べますし。ざっと探してみたんですが、空からはそれっぽいのが見当たらないんですよ。実際ベストバルトに来るまでそれらしいものは見ませんでしたからね。きっと見つかりにくい場所に隠れていると思うんですよ。言われてみればそうかもしれませんね。これまで見つかっていないわけですし。けれどそうなるとやっぱり歩いて探すしかなさそうですね。それじゃ探してきてくれる道具でも作ろうかな。え、それってまさか生きてる道具を作るってことですか？そうそう、その道具にすごそうな木を探してきてくれって頼めば見つかるかもしれないでしょ。ダメですよ、生きてる道具はもっと簡単な命令じゃないと聞いてくれないんですから。それにもしうまく動かなかったら他の問題を起こすかもしれないでしょ。いや、自動で特定の素材を集めてくれるカゴとかは使い続ければ運よく見つかるかもしれないよ。それにそういう道具があればみんなが外に行った時もっとたくさん採取できるようになっていいんじゃない？ああ、それならいいですね。しかも面白そう。ええ、それにもしそういう道具があればもっと効率よく素材も集められます。よし、それじゃあ決まりだね。レシピをまとめて調合してみよう。
気がつかなかったな。次からはこっちでやろうっと。マリーさん、新しいレシピを試していたんですか？違います、違います。新しい調合方法を試していたんです。調合方法ですか？はい、今までも同じ材料を使ってこれと同じ道具を調合したことはあったんですよ。ただ他の錬金術師たちと話してたら、みんなそれぞれ違うやり方で調合してたんです。それで試しに私もやり方を変えて調合したら、前よりもいい道具ができたんですよ。え、やり方を変えても同じものができるんですか？はい、加える順番とか釜に入れた後の工程で品質は変わりますけど、同じものができるんです。地域によって材料の数も違うみたいですね。この辺りは地域というより環境差かな。なるほど、材料は気候によって手に入れやすかったり品質が違ったりしますからね。そうなんです、私の国では入手が難しいものもいくつかあるんです。だから今のうちにいろいろと試しておこうと思って。それにこの方法を応用すれば新しい道具が作れるかもしれませんしね。新しい道具楽しみですね。どんなものを作るんですか？まだ何を作るかまでは決めてませんよ。そうなんですか。でもマリーさんが作る道具、本当に楽しみです。ありがとうございます。できたらネルケさんにも教えるから、期待して待っててください。絶対に面白い道具になるって約束しますから。待ち遠しいですね。こんにちは。そうですね、こんにちは。そうだな、
気のいい日はこちらでお昼を取るのもいいかもしれませんね。これは何かに使えるのではないでしょうか。取っておきましょう。失礼いたします。ネルケ様、すげえじゃねえか。どちらになさいますか。何にしましょうか。施設の状態はと。どちらの商品にいたしましょう。この辺りはどうなっているのかしら。建てるものを考えなくても場所を選択しましょう。ここにするわ。ここえ、はい、こちら、このはい、ここがよろ。どれを建てようかしら。どこに建てましょう。完成が楽しみですね。誰にお願いしましょうか。どちらの商品にいたしましょう。どの建物を建てましょうか。これでいいかしら。いらっしゃいませ。何をします。考え直しましょう。こちらの作業は止めてください。何を作りましょう。いくつにいたしましょう。わかりました。これを作ります。依頼する道具でございますが。わかりました。これを作ります。こちらの依頼をお願いします。はい、了解しました。調合の依頼でございます。どう変えますか。こちらを依頼いたします。どれを作ればいいんですか。
いたしましょう。こちらを依頼いたします。どれを作ればいいんですか？この通りにお願いいたします。了解、あたしに任せてください。問題が起きたみたいね。全力で行きやすぜ。ネルケ様には本当に感謝でさ。いい経験になったわ。おお、素晴らしいじゃないか。これで一段落ね。結果を見てみましょう。これは普通のカゴに見えますけど、本当にこれが自動で採取してくれるんですか？うん、試しにここに余った材料を置いてみると、まあこんな感じで一人でに拾うようになってるんですよ。勝手に拾い続けないように対策もしていますので、誰でも気軽に使えるようになっていますよ。それは素晴らしいですね。これならみんな喜んでくれるはずです。ええ、あとはグランツバイトの木に関する手がかりを見つけてきてくれれば。見つかった場所を私たちでくまなく調べればいいですからね。ええ、この道具があれば何か手がかりが見つかるかもしれません。お二人ともありがとうございました。早速使ってみます。はい、私たちも調査を続けますね。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いしますね。
何がご入用でしょうか。そうです、ここで熱を加えちゃうと必要なものまで抜けちゃうんです。だから面倒だけどこの方法で調合するんですよ。なるほど、そういう理論なんですね。教えてくれてありがとうございます、リリーさん。いえいえ、このくらいいつでも聞いてください。それにしてもリリーさんは教えるのが上手ですね。さすがは先生といったところでしょうか。そう言われると照れちゃいますね。それに私なんてまだまだですよ。私より優秀な先生なんていくらでもいますし、経験だって浅いです。それに錬金術師としてもまだ旅に出たばかりで修行中の身ですから。そういえばリリーさんは先生をしていたのにどうして旅に出ようと思ったんですか。実はずっと目標だったアカデミーの建設が終わったのがきっかけなんですよ。完成したアカデミーを見て、この場所で自分がすべきことは終わったと感じて、それで次にやりたいことを考えたら旅に出たいなって思ったんです。そうでしたか。でもどうしてアカデミーの先生にならなかったんですか。せっかく目標を叶えたのに。確かにそういう気持ちにもなりましたけど、それよりもまだまだ自分も学びたいって思ったんです。アカデミーを完成させるために錬金術を頑張って、やっぱり自分は好きなんだと思って。それにアカデミーで教えるにしても先生が知識豊富な方がいいですからね。でもアカデミーのことは心配じゃないんですか。それなら大丈夫です。頼りになる人や先生になれる人材は他にもいますから。それにあの二人ならきっと立派な先生になれる。そう思う人がいたからこそ安心して旅に出られたんです。そうでしたか。じゃあその方たちの分もたくさん見て回らなきゃですね。はい、せっかく旅に出たんです。錬金術を極めるまでは帰りませんよ。いい日はこちらでお昼を取るのもいいかもしれませんね。取っておきましょう。疲れやした。敵がいるよ。
がいるよ。ネルケ様、あまり無理はなさらないでくださいね。心配しすぎよミスティ。でもありがとう。こうして採取してると昔を思い出します。みんな元気かな。帰ったら顔を見せてあげたら、きっと喜んでくれますよ。敵がいるよ。こちらの区画を見ていきましょう。どれを建てましょう。場所はどうなさいますか。このはい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 、この場所にしましょう。ここにするわ。この場所に、ここどの建物を建てましょうか。問題ございませんか。施設の確認をいたしましょう。商品設定はいかがいたしますか。どちらの商品にいたしましょう。どの商品を並べようかしら。確認をいたしましょう。施設の状態はと、どの商品を並べようかしら。どれを建てようかしら。場所を選択しましょう。これで決まりね。何を栽培しようかしら。誰にお願いしましょうか。どれを建てようかしら。
場所はどうなさいますか？結果を見てみようか。の課題も達成できたわね。素晴らしい仕事っぷりだったよ。これで今回の課題も達成だね。あなた、なんで当たり前のように部屋に上がってきてるのよ。いいじゃないか。君も僕を呼ぶ手間が省けて時間の短縮になってるだろう。でもどうにもならないし。ところで、さっきも言ったけど、ネルケ城の仕事ぶりは素晴らしいものだったよ。その証拠に、この短期間で順調に人が増えているじゃないか。今回初めて直接この目で確認したけど、もうここまでできるようになっているとは驚いたよ。ありがとう。その称賛は素直に受け取っておくわ。ただ、ここまで短期間での発展は私の力というよりも錬金術師の皆さんのおかげだわ。錬金術の力がなければこれほどの勢いで発展させるなんて不可能だもの。ああ、そのこともあってどうやら定住者も増えているようだよ。ここには他の地方ではお目にかかれない珍しいものも多いからね。それに加えて建物が次々と出来上がっているんだ。かなり魅力的な土地に移っているよ。確かにそうかもしれないわね。担当管理官としても誇らしいわ。それじゃ
そろそろ次の課題について説明しようか。次の課題はこれさ。また何かあったらいつでも確認してくれたまえ。ええ、わかったわ。次の課題も絶対に達成してみせる。期待してるよ。それじゃあね。それは…だね。こんにちは。ご入り用でしょうか。